ねえねえ、みんな、もうすぐ夏休みじゃん。夏休みになったらみんなで海に行かない？ねえ、海に行こうよ。ねえ。おお、いいねいいね、ゆきみ。俺も海行きたいと思ってたんだ。よし、行こう。行こうぜ。よし、決まりね。じゃあ作戦立てながら学校帰りましょう。さあ、どうしよっかな、どうしよっかな。おいおいおい、お前たち、なんか忘れてないか？俺のこと忘れてないか？おい！あら、ハムスケ、どうしたの？もしかして、あなたも海水浴行きたいの？え、いや、別に海なんか行きたいわけじゃないんだけどさ。ほら、人数が多い方が楽しいだろ？仕方ないから、俺も行ってやるよ。しょうがないな。何よ、一緒に行きたいなら行きたいって言えばいいじゃん。もう。ねえねえ、ハムスケ来るの遅くない？もうとっくに集合時間過ぎてるのに。もう放っていこうかしら。まったく。はあはあはあ、みんなお待たせ。待った待った。もう待ったに決まってるじゃん。まったく。おいハムスケ、まさかとは思うが、それ水着か？もしかして家から水着で来たのか？当たり前だろ。だって海に着いたらすぐに泳げるんだぞ。海の時間を1秒たりとも無駄にしたくないじゃん。なあ。え、それなら遅れてこないでよね。まったく。やった、着いたぞ。海だ海、やった。よし、じゃあ海まで競争な。よーい、スタート。ちょっとちょっと待ってよ。はあはあはあ、待てよお前たち。おい、待ってくれよ。おい、はあはあはあ。ねえみんな、この辺りでどう？この辺り、私たちの場所にしましょう。よし、じゃあ僕に任せて。この辺りにビニールシート引くよ。うん、じゃあ私たちは飲み物買ってくるね。男子、準備よろしくね。はあ、はあ、はあ、もうやっと追いついたぜ。みんな本気で走りすぎだよ。まったく。あ、ハムスケ、やっと来たのか？遅いぞ、もう。ほら、その浮き輪膨らませといて。よろしくな。え、浮き輪？お、おう、任せとけ。俺に任せとけ。ふぅ、ふぅ、ふぅ。おい、全然膨らまないぞ。ふぅ、ふぅ、ふぅ。あ、あったあった。あったよ、海の家。何飲もうかな。ねえねえ、そこの可愛い女の子、どうだい？一杯飲んでかないかい？大サービスで氷多めに入れちゃうよ。どうだい？ねえねえ、ブーケー、あの海の家の店員さん、かっこよくない？ねえ、かっこよくない？ここで買っちゃおっか。ここで買おっか。ねえねえ、お兄さん、ジュース4つください。4つ。はい、ジュース4つね。オッケー。ところでお姉さん、どこから来たの？ねえ、どこから来たの？ちょっと、それは秘密ですよ、秘密。ねえねえ、お待たせ、ジュース買ってきたよ。あれ、ハムスケは？ハムスケ、どうしたの？ハムスケのやつ、ビーチボール膨らませてたんだけど、酸欠で倒れちゃったよ、まったく。すまないみんな、俺には無理だ。俺にはビーチボール膨らませるの無理だ。まあいいわ、ハムスケなんかほっといて、さっさと着替えましょう。着替えて海入りましょう。何？着替えるだと？女子が着替えるだと？ほらみんな、安心して着替えていいぞ。これ後ろ向いてるから、絶対見ないから。もう早く後ろ向いてよ。もう。
ねえみんな、お待たせ。着替えてきたよ。じゃあ、海行こっか。海入ろっか。うん、行こっか。ほらみんな、行くよ。ほら、ほら。あれ？投げれない、投げれない。おい、早く投げろよ。おい。待ってよ。行くよ、行くよ。ふう、ちょっと疲れちゃったぜ。ちょっと休憩しよっと。スピースピー。はっ、おいおい、お前たち何してんだよ。おい、出せよ出せよ、出してくれ、頼むから出してくれ。あー、もう何するんだよ。まったく危ないだろ。良い子が真似したら危ないだろ。もう悪かったよハムスケ、ごめんって。お詫びに焼きそば買ってきたから食えよ。ほら、さあ食えよ。ちょっと待て、なんだよこれ。こんな焼きそば見たことないぞ。麺がソースに浸ってんじゃん。なんだよこれ。まあいい、お腹減ってるし食べるか。仕方ないな。もぐ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 。ああ、うまい、うますぎる。なんてうまいんだ。俺はこんなうまいもの初めて食べたぞ。3万円の高級フランス料理よりうまいぞ、うまいぞ。あえ、ハムスケってフランス料理食べたことあるの？ん？え、あるわけないじゃん、あるわけないじゃん。はぁ、はぁ、はぁってなんだよ、はぁって。ねえねえ、せっかくだしみんなで何か作らない？ここにおっきいお城とか作らない？ねえ。おう、作ろう作ろう。俺たちの友情があれば何でも作れるはずだ。そうだろ？よし。すごい、いい感じになってきた。私たちやればできるじゃん。もうすぐで完成だね。あ、そういえばもう何時？今何時だろう。時間？今3時過ぎかな。え、3時？もう3時なの？もうすぐ夕方じゃん。もうすぐ夕方じゃん。ねえ、もうすぐ終わっちゃうね。そうだな。なんかちょっと寂しいね。そうだな。ねえ、また来ましょう。このメンバーでまた来ましょう。絶対だよ、約束だよ。うん。ああ、帰りたくないな。シャワー浴びるの面倒だし、電車で帰るのもだるいし。ああ、ちょっとみんな、ほら帰るよ、ほら帰るよ。うん、ちょっと